カルマチャコン、カルマチャコンピケーラス、IPA、カームトンコムパイカーズ1971年3月13日から2017年4月9日は、スペインの政治家、第二次、サパテーロ内閣において、スペイン初の女性国防省に、命、2008年2011年された。カスティーリア語読みでは、カルメチャコン。ナオナノカーマはスペイン語名のカルメン。 ののカカタルルーニャャ型で、でスペインンン名メチコ呼ぶ人もいる。1971年3月13日、バルセロナ近郊のアスプルガズダ・リブラガートに生まれる。バルセロナ大学法学部を卒業後、カナダのヨーク大学、オズグッドホールロースクール、イギリスのキングストン大学、モントリオール大学などの大学院に進学し、法律を学ぶ。その後、ジロー大学で、 憲法学の講師を務める。1989年、わずか18歳で、カタルーニャ社会党青年組織に参加。1994年にはスペイン社会労働党、そのカタルーニャ支部である、カタルーニャ社会主義者党、PSC に正式に入党した。1999年には、アスプルガズダ・リブラガートの自治体議員に、当選2003年まで第一副市長。 人事、防犯、治安などを担当を務める。1996年に欧州安全保障協力機構の派遣団の一員としてボスニア・ヘルツェゴビナを訪問。翌1997年にもアルバニアを訪問している。2000年7月にはカタルーニャ社会党の司法担当初期に任命され、そして第35回社会、労働党全国大会において教育、 大学、文化、研究担当初期に選出される。サパテイロの掲げる新たな道に共感、そして同志の地を得、この頃から同党の有力政治家の一人としてみなされることとなった。2003年9月、社会労働党と翌2004年総選挙のための同党選挙委員会のスポークスマンに任命され、カタルーニャ社会党のバルセロナ選挙区の候補者リスト第2位に、 載せられることとなる。2004年7月第36回同等全国大会で文化担当初期に指名され、また、カタルーニャ社会党の執行部内にも引き続き留まった。2000年の総選挙では、バルセロナ選挙区から出馬、会議員に当選。任期中は、常任委員会、及び教育、文化、スポーツ委員会、社会基盤委員会に配属された。 2004年3月の総選挙では、再選、社会労働党が政権に返り咲き、スペイン国会会員第一副議長に選出された。また2008年の総選挙では、PSC の党首を務めている。第8回議会では、サパテーロ首相によって、まず不動産バブル崩壊で辞任を余儀なくされた、マリーア・アントーニア・トルフィージョに変えて、住宅省に任命された。 2007年12月16日、翌年の総選挙でバルセロナ選挙区候補者リスト筆頭に載せられることが発表された。選挙では、同党は46.77%の得票率で、定数31のうち16議席を獲得し、再選。1982年以来最大の議席を獲得した。2008年4月14日、 スペイン初の女性国防省に起用され注目を浴びた。この時にはすでに妊娠7ヶ月であった。国防大臣としての最初の決定は、アフガニスタンヘラートへ、PKO で派遣されている、スペイン軍派遣部隊への訪問であった。5月19日には、故郷で、無事男児を出産した、復帰まで、アルフレード・ペレス・ルバルカバ内相が職務を代行。 復帰後の6月30日には、スペイン軍、陸海空軍と、治安警察隊の4人のトップ人事を観光した。同年11月に実施された、社会学研究センターの調査によると、2004年以来同調査で、スペイン国民に最も人気のある閣僚として、名の上がっている、首相不詳権外一副首相、当時のマリア・テレサ・フェルナンデス・デラベが、 と人気を二分していることが報告された。2009年3月19日コソボ、中流スペイン部隊の撤退を発表した。この発表に対して、NATO のヤープデホープスヘッフェル事務総長やアメリカからは、事前の承認がないとして批判された。一方ソマリア海域で頻発する海賊問題については、インド洋に展開するスペインのトロール船に、 同海域での警戒活動にかかる費用の一部の負担を求めた。この問題に対する政府の姿勢に対して野党は弱腰であると非難した。翌日の10月2日バスクの漁船アラクラーナが海賊に襲撃され、人質となる事件が起き、11月5日3人の乗組員がソマリアに移され、船はその12日後に安全海域へ脱出した。野党国民党は、 この一連の出来事に対する政府の無力さ、行き当たりばったりの行動に対して非難し、議会に対して国防省他の出席決議を求めた。2011年11月の総選挙での社会、労働党の敗北後、ロドリゲス・サパテーロ書記長は、ルバルカ・バ氏が求める党大会を2012年2月に開催することを発表した。社会労働党書記長へのカルマ・チャコンの立候補に、 関する噂について、十一月二十三日党議長で、副首相でもあるマヌエル・チャベスが言及した。マドリード社会党、初期長のトマス・ゴメス、そして十一月末には、前外務大臣のミゲル・アンヘル・モラティーノスも、チャコンの出馬について言及した。十二月二十日の会員でのマリアーノ・ラホイの政府、主犯信任投票の数時間後、チャコンは、フランシスコ・カーマーニョ、司法大臣、 ジュゼップ・ボレル、欧州大学院総長、クリスティーナ・ナルボーナ、下院議員、フアン・フェルナンド・ロペス・アギラール、欧州議会総議員団代表、ハビエル・ロッホ、上院議員、前上院議長他との間で、将来の党についての協定書に署名した。2007年に、ジャーナリストのミゲル・バロソと結婚、2016年に離婚。2017年4月9日、チャコンが自宅で、 先天精神疾患で死亡しているのが発見された。ジャコンは右胸心と防湿ブロックを患っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。